ザ・セカンド、ファイナリスト8組のエピソード。1、金属バット。M1 グランプリでは、2015年から2022年まで準決勝進出を果たすなどの活躍を見せた金属バット。しかしその一方で、予定されていたファンミーティングへの欠席や、劇場で禁といった噂も浮上しました。その原因となったのは、マネージャーとの仕事の認識やスケジュール調整に関するズレだったのです。しかし彼らのそういった行動に対してもファンからはそれでこそ金属バットというような称賛の声も上がりました。金属バットの芸風はしゃべくり漫才、小林圭介さんの落ち着いた語り口と友安俊平さんのコテコテの関西弁でのツッコミが特徴です。見ていると癖になる彼らの漫才は会話を覗き見ているような自然な掛け合いが進行します。彼らの発言はインタビューやツイッターでも飛び出し、何が本当で何が嘘なのかわからないこともしばしば。際どい発言が多い彼らはテレビ向きではないと本人たちも話しています。そのためか彼ら自身もテレビ露出をあまり望んでいないようで、かつては人気番組アメトークの出演オファーを断ったこともあります。それらの行動からは自分たちの芸風を守りたいという彼らの強い信念が感じられますね。一見態度が悪いと思える行動も彼らの持ち味と認識するファンが多いという事実につながっています。2、マシンガンズ。マシンガンズのメンバー滝沢秀一さんはゴミ清掃員としての仕事と芸人活動を両立させています。2012年から生計を立てるためにゴミ収集会社に就職し、現在も兼業を続けているのです。またゴミ研究家としての活動もしており、テレビ出演や講演会を行ったり著書を出版したりもしています。その活動が評価され、2020年には環境省からサステナビリティ広報大使に任命されました。一方で相方の西堀亮さんは、滝沢さんの仕事が忙しいからと自分も週1回の土木作業のバイトをしています。彼らの芸風はぼやき漫才で、最初は滝沢さんが様々な事象に突っ込んでいくスタイル、その後は滝沢さんと西堀さんが交互にひたすら突っ込むという芸風が特徴です。特に滝沢さんが物事をヤクザに例えるスタイルは芸人仲間からもネタとして真似をされるほど人気です。ネタの最後は、よし帰ろうや、マックスめんどくせえと何かを叫んで終わらせるというスタイルが印象的。またヤフー知恵袋で自身が批判されていることをネタにする漫才を取り入れ、独特のスタイルで活動を続けているコンビです。3、スピードワゴン。個々のバラエティでの出演が目立つスピードワゴンですが、M1 の決勝に2回進出するなど、その高い実力が評価されています。甘い言葉という有名なコントでも知られていますが、本文は正統派のしゃべくり漫才。その独特なメリハリの効いた展開は新感覚のポップ漫才とも称されています。甘い言葉は小沢和弘さんがロマンチックなセリフを述べ、井戸田潤さんが甘いと絶叫するというユーモラスなコント漫才。これは飲み会の場での一幕から生まれたネタだと明かされています。井戸田さんはハンバーグ師匠のキャラクターで知られるピン芸人でもあり、司会者としても活動しています。女優の足立由美さんとの結婚離婚で世間を騒がせたこともありますが、 MC 中の少し抜けている愛嬌のあるキャラクターで視聴者から愛されています。小沢さんは世界の小沢、略してセカオザという得意なキャラクターを持ち、プライベートでもナチュラルにロマンチックな言葉や格言を口にすることで知られています。ザ・セカンドの記者会見でもオチの見えない長尺トークで記者たちを困惑させていました。4、三四郎。最近はバラエティ番組に引っ張りだこの三四郎。小宮浩信さんは基本的にツッコミ役、相田修司さんはボケ役です。しかしこの役割を逆転することも多く、その独特なスタイルから漫才界の異端児と称されています。漫才は小宮さんの独特なツッコミ言葉が人気の秘訣、また
ツッコミとボケのやり取りの中にアドリブが多く交えられ、多くの観客を引きつけています。舞台への登場や終了の仕方も三四郎ならではの一風変わったパターンが多く、ファンを飽きさせません。過去には小宮さんが電水状態で転倒した際に歯をかけさせ、さらにガードレールに右膝が激突、亀裂骨折したというアクシデントがありました。その2日後にゴッドタンの収録があり、右足をギブスで固めた上に車椅子へ乗った状態で出演した小宮さん、これが共演者やスタッフ、視聴者にも強烈な印象を残し、コンビの売れるきっかけにもなったと語っています。5. ギャロップ。 M1 グランプリには2004年から出場し、準決勝進出4回、ラストイヤーの2018年には決勝進出8位の成績を残したギャロップ。林武史さんはボケとネタ作りを担当し、プロゲーマーでもあります。彼らの漫才は林さんが客席を見渡して笑い、みんな生えすぎちゃうと言うと、毛利大輔さんがお前が抜けすぎやねんと突っ込むパターンがつかみの定番です。しかし結成当初はハゲをいじるようなつかみは一切していませんでした。毛利さんの趣味は DJ プレイで、16歳から始め、現在も DJ ケリーの名前で大阪のクラブで毎週水曜日に活動しています。しかし彼が DJ ばかりしていて、チャラい姿が相方の林さんをイラつかせるなどの問題があり、一時はコンビの関係が悪化し、解散寸前にまで至ったことがありました。その年の賞レースで結果が出なければ解散すると決めていましたが、結果が出なかったにもかかわらず、このまま終わるのは違うと解散は撤回されました。現在はギャロップの YouTube チャンネルも開設し、再び2人の芸人活動に注目が集まっています。 6. テンダラー。テンダラーは2015年に第50回上方漫才大賞の大賞を受賞した実力派漫才コンビです。その出世作となる必殺仕事人はビートたけしさんが涙を流して大笑いした伝説の一幕があり、松本さんはその時の喜びを今でも心に留めています。テンポが速く独特なメロディーが特徴的な漫才なのですが、このネタについては1年に1回やるかやらないかというほど貴重なネタとなっています。関西の劇場で年間600回という驚異的な数の舞台に立つ彼らのネタは、つかみの小話が長いのが特徴。劇場で観客が多く座りきらないことから、小話を長々と話すようになったと語っています。また彼らは舞台へ出て行ってから瞬時にネタを変えるという熟練の技も披露しています。舞台袖で次のネタを決めるも、観客の様子によってはその場でネタを変えるという技巧を持つ彼らの技量に、サンドイッチマンの伊達みきおさんも感嘆の声を上げていました。 7. 超新塾。超新塾はロックンロールの要素を取り入れたユニークなコントで一世を風靡したお笑いグループです。爆笑オンエアバトルや爆笑レッドカーペットなどの番組で人気を博した彼らは、ロックンロール劇場と自称するサングラスと革ジャンのスタイルで登場。演じるコントはまるで演劇のようで、漫才ともコントともつかない新しい形のお笑いを披露してきました。彼らの特徴的な出演形式は、メンバーがステージ上で順に立ち位置を決め、一人がボケる役割を果たし、そのボケに対してリーダーのイーグルさんがテンポよくツッコミを入れるというもの。このスピーディーでリズム感あふれるパフォーマンスが人気の秘訣なのです。そしてメンバーの入れ替わりもまた彼らの歴史の一部です。2011年2月21日、元メンバーであるドラゴン高山さんの脱退後、オーディションにより同年9月29日、コアラコアラシさんとアイクノアラさんが新たに加入しました。そして2023年2月9日、コアラさんは超新塾を脱退しています。またメンバーのアイクさんは SNS 上でも大きな話題となったことがあります。摩訶不思議アドベンチャーを発音よく歌うネタが TikTok でバズり、歌手のガクトさんなどもそれを真似た動画を投稿しました。過去には超新塾の元メンバーであったドラゴン高山さんが
女優の上原貴子さんと結婚し話題を呼んだことも。このようなことから彼らの存在は今もなお多くの人々に影響を与え続けていると言えるでしょう。8、囲碁将棋。囲碁将棋は2人が高校時代に囲碁将棋部に在籍していたことから名付けられたコンビ名です。彼らのスタイルはしゃべくり漫才で理屈っぽい掛け合いが特徴的。自分たちの漫才について文化系と自称しています。芸人仲間からの評価は高く、特にマジカルラブリーやオズワルドなどの東京吉本の漫才師たちから慕われています。テレビ出演は少ないものの、劇場では頻繁に活動しており、2022年には吉本内の劇場出演ランキングで2位を獲得しました。2004年に結成され、ハリセンボン、しずる、ライスなどが同期で在籍する東京 NSC 9期生の囲碁将棋。 M1 グランプリでは6度準決勝に進出、ザ漫才では4回認定漫才師となり、そのうち2回は決勝戦への進出を果たした実力派です。数々の漫才師を世に輩出した大宮ラクーン吉本劇場を拠点に活動する大宮セブンのメンバーで、現在囲碁将棋はその中でも特にブレイクが期待されている存在なのです。お笑い芸人ならば誰もがその面白さを認めている囲碁将棋。近頃はバラエティ番組への出演も増え、喜んでいる芸人仲間も多いという愛されキャラのコンビです。今回はザ・セカンドファイナリスト8組のエピソードを紹介しました。今後もお笑い芸人に関する動画を上げていきますので、高評価、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。